はい、おはようございます。アークの世界に再び戻ってきました。続きをやっていきたいんですけど、鉱山の山、ギガノトサウルスに殺されちゃいまして、アイテムを回収に行きたいんだけど、どうすりゃいいんだろう。どうすりゃいいんだろう。アイテムをちょっと回収しに行きたいんだけど、ギガノトサウルスがもろ待機してるわけで、このまま行ったらまたアロサウルスの二の舞になっちゃわないかっていう思ってるんだけど、大丈夫だろうか。地上で行くわけにはいかないからね。プテラノドンで行くことになると思うんだけど、どうしよう。まあいいや、今から鉱山の山1.3キロ、なんかね、死んだ時に広告見ると蘇生場所、死んだ場所をこう、緑の今柱が出てくるわけだけど、光が出てくる時と出てこない時のね、あってね、多分バグだと思うんだよね、単純に。広告みたいにもかかわらず、この緑色の柱、光の柱が出てきてくれないっていうね。さあ、ギガノートさんは、いないの？しかし、言うたらいっぱいいる。言うたらいっぱいいて、ギガノートさんが？これは？これ普通のレックスじゃない？いや、そんなことないか。でかいもんね。ギガノトサウルスは何でも食らう。おー、言っといてくれー。おお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 お
困るんだけど、どうすりゃいいの？どうすりゃいいの？どいてくれよ。ちょっとオタク、どうすりゃいいんだろう。ん？ん？これ卵？もしかして、卵を守ってるとか。でっけえ卵だもんな。これはこれでちょっと欲しいな。食ったるわ。でもなんかに使うんだろうな、きっとな。ちょっとこのギガノトさんがさ、邪魔すぎる。もうどっか行ってくれ。シュッ！一発。これ繰り返してれば、やつの息の根を止めれるかもしれん。シュッ！究極の戦法を思いついた。飛べ前。飛べ前。いやー、前回ボコボコにしてくれたからな、こいつ。アルゲンタンも殺しやがって。琥珀30、40使うんだぞ。よし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 。気がつくなよ。振り向くなよ。そう、よし。ここにあることが一つ分かった。あとは、ウィー、ウィー、ウィー。これは？えい、ウェーイ、ギガノトの卵。あ、表、表。そうか、プテちゃんは、毛皮装備だと重たくなっちゃうんだ。ちょっと、いらんものは捨ててこう。まずはちょっと、ね、装備はしていこっか。せっかくここまで来たんだから、ギガノトの卵はゲットしていきたい。とりあえずベリーでもちょっと食おうか。ベリーも結構重たいからね。よっ。よっ。よし。
ギガノトが消えたね。結構。いいかな。よっ。重たいですよね。うわ、表って出ちゃう。ここ狙われたら大変なことになるな。どうしようかな。ギガノトの卵は軟化に使えると思うので、とりあえずアイテム回収できたんで戻ろうか。